えー、本日は2021年2月の7日です。10年前の医療は現在の医療にあらず、医療っていうのは常に進化する学問であり、実学です。えー、今日はですね、まあ新型コロナね、結構高止まりで、少しね、えー、まあ上昇気温はないんですけども、これから2月、3月、 ね、ワクチン、新型コロナのワクチン接種が始まるっていうで、ね、少しそのワクチンのね、一、えー、つエポックメイキングになった、えー、ポリオのワクチンについて、えー、ちょっとお話し,してみたいなと思います、えー。ポリオのワクチンが開発され始めたのが50年ぐらいで、そこから、えーね、どういう形で、えー、これ、生瓶ワクチンとソークワクチンって二つの、えー 生ワクチンと不活化ワクチンの対立もあったんですけども、その中でどういう形で、うんね、ワクチン授業が行われて、そのポリオっていうのが今どうなってたか。で、最後にですね、ちょっとメッセンジャー RNA のワクチンっていうのが、 うん、ここ1年で出てきたとかって言われてるんですけど、それはもう何十年も前からの研究の歴史やったっていう文献も紹介したいと思いますんで、えー、ぜひ最後まで聞いてください、えー。それではですね、ポリオの歴史っていうか、ポリオっていうのはどんな病気かということなんですけども、えー、ポリオっていうのは、これは、まあ、ですね、もう、ここのウディピッキアの方がいいかな、えー、っと、古代エジプトをね、えー、この、えー これ、心肝ですけど、心肝がこう、もう足や曲がって杖をついてるがあるんですけども、この急性、えー、肺白髄炎、肺白髄炎っていうね、病気ってもう戦死時代から起こってくる、ね、えー、麻痺、神経麻痺を起こす病気だったということです。で、えー、も,ともとはその腸管内で、えー 発達するウイルス、ポリオウイルスというのが、えー、その糞便などを通して感染すると言われておりました。で、やっぱりあの小児に感染することが多いし、大人に感染するともう死亡率が非常に高い。で、小児の場合はですね、んとえー、ここね、えー、ここ見ていただいたらいいんですけど、臨床症状としてはもう80から95%、不健性感染。 ほとんど症状を表さない、ね。ただ、便にだけポリオウイルスを排出しているというような形になります。で、発症するのは4、5%。で、その中で、この1、2%が無菌性髄膜炎を起こす。で、後々、こういう、ね、形で麻痺なんかを起こしてしまうと。 おういうことになります、えー。こういう病気ですよね。でも、世界ではね、今、あポリオがね、これ、えー、ててんとうに続いて、えー、次に撲滅できるウイルスではないかというふうに考えてます。ね、えー。で、そのポリオのワクチンなんですけども、ポリオのワクチンのね、えー、歴史ですけども、 え、これこれこれ、え、ポリオのワクチンの歴史にね、え、これ見ていただいたらいポリオワクチンの開発の歴史、え、ということで、この時にですね、え、この、ソ総区白紙と、それから、え、整備、整備白紙、え、この二人の対立、これホルマリンを入れて、ソ総クチンは、え、不活化ワクチンを作って、え、生ワクチンをね、開発した整備白紙という二人の、白紙が、まあ、ポリオのワクチンを、 え、開発、うということになりますよね。えー、これがまあ1950年代に開発が起こった。えー、ということで、ポリオはそれまでにもいろいろね、えー、まあ散発っていうか、流行の散発をしてたんですけども、日本でも時々そのポリオの流行の散発っていうかありまして、えー、それがね、一番これ、えー、きかったのが1959年、1960年代からね、これ、北海道で、 え、ポリオの大流行があったと。いうことで。えー、まずはね、このソー不活化ワクチンをね、接種を開始したんですけどね、これ結構ね、開始したんですけど、効きがあまり良くなかったんです。ね。で、生ワクチンの方が非常に有効や、ということが分かったんで、緊急輸入してほしいということだったんですけど、やっぱりこれ、世界的にポリオが大流行してて、それぞれの国でですね、 えー、ポリオのワクチンの取り合いのような状態になって、ね、日本にはなかなか入ってこなかったんですよね。で、入ってこなかったけど、ソ連でね、計画生産してた生ワクチンがあって、えー、それがですね、あの、どうもよく効くという形で、生ワクチンですからね。で、それを、ね、これは、その、当時の、えー、っと、防衛、えー、防、 厚生省はね、まあ、日本のワクチン開発とか、総、え、国、ー、ワクチンの配布とかっていう形で、えー、ワクチン事業をそちらのね、えー、不活化ワクチンの方で、えー、進めようとしてたんですけど、どうも生ワクチンが効くということで、えー、こちらがね、世界的なあ、ねえーいや、日本的にはね、その生ワクチンを求める運動っていうのが、これ、総評も動いたんですかね。 え、ね、いろんなところが動いて、生アクチンの緊急ね、ね、えー、その輸入を認めてくれ、ということで、えー、動きました。で、厚労省がなかなか動かなかったんですけども、これがね、えー、ポリオの流行が昨年を上回る状況で、えー、発生してたということで、もう厚生大臣、この当時、古井厚生大臣という大臣がですね、えー 事態の緊急戦に鑑み、専門家の意見は意見として、もう、非常対策を結行しようと考えた矢先。これらの方々のことも、理解の態度を示してくれたことなど、私が勇気づけたと。うん、私を勇気づけた。まあ、専門家がね、まあ、後押ししてくれて。でも、責任は全部私が取ります。全ての責任は私なんです。この緊急輸入を認めた責任は私じゃなくて、大臣がね、これ一言。 で、えー、生ワクチンが、あの、輸入が決まったんですよ。それまではやっぱり、不活化ワクチンよりも生ワクチンの方が、その、ポリオに対する感染防御は高いんやけども、えー、副反応で、えー、何万人に一人、何十万人に一人かは、やっぱり開発遂炎を起こす、ということが分かってたんで。でも、この例をね、えー、見て、ワクチンの輸入、 緊急輸入が始まって、流行がドーンと来てたのが、ワクチンの接種で、生ワクチンの接種でガンガンとこう下がりました。ね、で、定期接種化されたという、このポリオンの生ワクチンの、ね、歴史、それからこの緊急輸入、そしてこの生ワクチンの投与、 これ、確かね、えー、千何百人、その当時の子供に対して、もうほぼ全例行き渡るような、ね、接種が行われたと、うん、いうことになります。ねえー、そして、えー、ポリオの流行は抑えられたというね、ねこういう歴史があります、えー。だからね、これ、ポリオも、ねうん、ワクチンが開発されて、そのワクチンが開発されてからは、えー もう10年経って、やっとそれでもまだ、えー、不活化ワクチン、生ワクチンの、ね、運動があって、危機はえアけアの生ワクチンはある程度の、えー、副反応が出る。ね、その中には、えー、化学遂を起こす場合もあるということで、ねえー、この、ねえー、中でその副反応の怖さ、あるいは危機の良さっていうのをどう対処したらいいかっていうことですよね。それもその中には えー、ここでもね、えー、85から95%が不健性感染なんですよね。だから、そういうね、えー、不健性感染もある中で、やっぱりね、えー、中にはね、えー、助けられない、ポリオにかかって助けられない命、あるいは一生麻痺が残る子供さんの数、ねえー、そういうことを考えると、ここで、えー、ある程度のね、浮反応はあると。 言われている生ワクチン変えざるを得なかったし、変えたことで助けられる命っていうのがたくさん出たという、この事態をね、えー、過去の歴史から学んでください。ね。えー、ここにもね、いろいろとその、うん、全部貼っておきますけどね、えー、ポリオ獲得運動に、ね、社会的な意義としてね、やっぱりこれ社会的なね、もう運動になって、厚労省はなかなか うん、不活化ワクチンから生ワクチンの切り替えはせんかったんやけども、やはりね、えー、なんとかしたい。子供さんがなんとかしたい。ね、えー、カポリオにかかる子供さんをなんとかしたい。ということで、社会運動として、ね、えー、生ワクチンを緊急輸入してくれ。当時ソビエトからです。ね、えー、ソビエト、体制も違うソビエトからの緊急輸入を、ね、えー、認め、大臣もそれをね、すべての責任は私にあると。と 言うて、認めたと。ね、えー、いうことです。で、ここら辺ね、まあ、体制の、は、ね、えー、が、っていうのがあるんですけど、この、日本労働組合総評とか、北海道、共産党の北海道、ソ連が、あ生ワクチン緊急ユニット、厚労省の予防対策の不具についての抗議、え、ということで、この頃はね、共産党も、総連もね、えー、生ワクチン、えー、助ける命は助けたい、という、ね、えー、 ワクチンっていうのはそれだけ大切なもんやって意識があったんですよね。あった。で、日本は1980年ぐらいまではね、ワクチンの優等生やって、ワクチンをね、打ちたい。で、ここではもうマスコミ一丸となって国まで動かしたっていうポリオのね、この歴史があるんです。 ね、ポリオの生ワクチンの獲得運動っていう歴史があるんやけども、今度は80年代になって一転して、えー、ワクチン化あということでワクチンの副反応をね、えー、ことさら取り出させて、ね、えー、ね、そのリスクのない薬はないんですからね、ね、えー、中には、だから救済制度があるんやけども、えー、マスコミはその、ね、リスクばかりを取り上げて、えー、一転ワクチンっていうことに不信感を抱かせる原因になってしまった。 でワクチンというのは、だから、まあ、不活性生ワクチンと不活化ワクチン、ね、ということで、ポリオは、ね、2012年までは、だから、このうーん、えっと、これですよね、この効果でね、この不活化生ワクチンがずっと続けられてたけど、やはりね、これ、まれに数十万回、数百万回に1回、ワクチンを飲んだ人の前、 の、いや、飲んだ人や、周りの人、ね、これ、ふんばんに、糞便に排出されますからね、生が。ね、えー、商品麻痺が起こると、商品麻痺が起こることになる。ね。で、こちら、不活化ワクチンは、えー、起こらない。うん、ということでね、これ、不活化ですからね、火星を落としてますからね。えー、だから、ここでもう2012年からは、こっちに変わってます。不活化ワクチン。で、使い方としては、世界では、やっぱり、大流行をね、えー、起こしてる流行地域では生ワクチンを使いましょう。 で、えー、ある程度流行が収まって、日本はもうほ,ほぼゼロ、発生ゼロですけども、ある程度流行が、えー、収まった段階では、えー、今度は免疫をつけるためにね、ね、えー、不活化ワクチンを使って、えー、免疫をつけていきましょうというような対策に今なってますね。えー、そういう形でこう、ポリオの対策っていうのは、えー、生ワクチンと不活化ワクチンの対策でもあって、それがね、 えー、結論は未だについてない。危機は生ワクチンの方がいい。ね。えー、でも、えー、ポリオの発生を起こす場合がある。ね。えー、不活化ワクチンは危機はあ弱いと。うん、いうこと。これ4回打たなかっんこっちは2回でしたっけね、えー。そういう形ですよね。えー、でもお、まだまだ流行地域もあるってことは、えー、また入ってくる場合がありますよね、日本でも。 だから、抗体はつけとかないと、真っ白な場合は、そこに何もない場合は、今の新型コロナと同じで何もない場合は、大流行を起こします。だから、そういう大流行を起こしたい場合は、安全、より安全なワクチンを使いましょう。もう、大流行を起こして、市中感染になっているような場合は、生ワクチンで、ね、もう、急にでもね、貿易をせなあかん。ね、いうこと。これって、もうワクチンって、このポリオの場合も、 他の世界で流行してて、その生産国が、ポリオのワクチンも取り合いして、ねえー、その生産国がない国には回ってこなかったんですよね。だから、ワクチンっていうのは本当に国防にも当たる、大切な、人の命を守る大切なものですから、そこら辺をね、今回も新型コロナ、私は関係ない、誰が関係ないじゃなしに、国全体で、 えー、見えない感染症に対する、見えない病原体に対する貿易として考えてください。ね、で、最後に、これね、メッセンジャー RNA ワクチン。で、ね、えー、ここ1年で開発されたから怪しい。言ったこれ文献貼っときますけども、これがね、2018年の1月。で、えー、ここにも出てますけど、このもう10年、20年前から基礎研究が行われて。 ね。で、えー、どうも、このね、メッセンジャー RNA っていうのは今までの不活化ワクチン、生ワクチンよりも、えー、その、えー、メッセンジャー RNA 拡散をね、えー、核の中に入れて、そこからあ抗体を作り出すんで、えー、より安全でより早く作れる。ね、えー、これ3種類なんですよ。より安全でより早く作れるワクチンじゃないかっていうのが分かってきて、その研究が進められて、 その基礎研究、あるいは研究がどん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 進められて、その中で今年、ね、えぇ、ー、拡散ワクチン、メッセンジャー、RN1 ワクチン、え DNA、ー、あるいはアデノベクターワクチンっていうのが、えぇ、ー、大量にね、導入新型でロナで大量に導入されてるということなんで、これも貼っておきますけども、単に1年でか、作られて、ね、えー 効果も何も危険性も何もわからないワクチンではなしに、もう何十年の基礎研究、あるいは臨床研究があって、えー、ここでね、えー、忙しさ、えー、まあ、その、ね、えー、DNA が、新型コロナのね、えー、ウイルスの DNA が分かって遺伝子配列が分かって、えー、初めて、ね、その基礎研究が実ったワクチンと。 ということなんで、えー、それまあが、核が、細胞の中に入るや長期の形でね、何か起こるっていうのは、このワクチンのポリオの歴史、それからメッセンジャー RNA の開発の歴史を、ぜひ、読んで、読んでからもう一度疑問点を言ってください。じゃあ、今日はね、これで終わります。